ご視聴ありがとうございます。月光プラモ日記です。今回制作するのはメンモデル汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン初号機を全塗装します。このチャンネルはプラモデルの全塗装をしています。よかったらチャンネル登録お願いします。すべてのパーツが大きいです。このカシウスの槍の柄の部分は金属製です。パーツが歪んでいるためか、勝ち組しただけだと隙間が空いてしまうので、ダボ穴をカットしてみます。うまくはまりました。専用高速圏移動式射出台も組み立てます。塗装が剥がれてるところがありました。プラカラーがそのままではなくて別の色を塗装してあるパーツもあります。組み立ててみましたがかなり大きいです。全高約 47cm の特大サイズ。電池を入れれば発光します。一度バラして塗装準備です。パーツの引けをヤスリで取ります。この作業をすべてやると膨大に時間がかかるので気になった箇所だけやっていきます。超音波洗浄機と手洗いで削りかすや油分をきれいにします。それでは塗装していきます。パープルの部分はガンメタ柵を下地にします。柵が乾燥したらその上にメタルバイオレット、メタリック系の塗料を使うことでキャンディー塗装の1層分塗膜を薄くできます。グリーンのパーツは調色して色を作ります。下地はホワイトにしました。黒のパーツはメタルブラックです。メタルブラック単体だとシルバー感が強いので EX ブラックを足しています。黄色のパーツは一度ピンクサフを下地にします。黄色と赤系は発色が弱いので下地から同じ系統の色で少しでも発色を補います。赤とオレンジ系のエヴァオレンジにしました。パープル部分の色に変化をつけるためにダークブルーも塗装します。メタルバイオレットと半々になるくらいの割合でマスキングもしました。乾燥したのでマスキングを剥がします。うまくいっているでしょうか。綺麗にできました。クリアーピンクを重ねてキャンディー塗装をしていきます。関節やフレームとなる部分はメタリック系で差し色を追加していきます。足の少し見えるところも忘れずに塗装。クリアーピンクを重ねていい感じの色になってきました。塗装が一段落したので内部の発光ギミックを取り付けていきます。アイの部分が透明でしたのでクリアーイエローを塗りました。最後に封入されているデカールを貼ります。輸送台も塗装して完成。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価をお願いします。